集まれ動物の藻。よく寝た。多分半年ぐらい寝たかな。よーお前らテルトということで、今回なんですけども、今回ですね、なんとめちゃくちゃ久しぶりにあつ森やっていこうと思います。やばい、めっちゃ久しぶりなんだけど、見てみんな、鬼のようにねメールが溜まってるよこれ。絶対やばいやばい、もうねやばい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 、もう未開封だらけです。もうポストからねもう溢れております。もうねお母さんからもね心配のメールがいっぱい来てます。もうこれは、ちなみにね、僕のキャラクターが可愛いなって思ってくれた子はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。よろしく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 のダンス。さあということで、今回ね久々に集まりやっていくんだけど、でも何からしていいかわかんない。もうなんか悩んでる住民がいる。どうした？もう滝の音でねもう聞こえないな。もうまた近々この島から引っ越そうかなって思ってるんだけど、テレトちゃんどう思う？行っちゃやだよ。だね。そう、なぜならばモニカ選手、あなたは貴重な新キャラですからね。やっぱ新キャラを愛する僕、逃がすわけにはいきません、この島からね。さあ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 、懐かしい遊園地作ったの、そういえばここ。かわいい。僕もこれ家に欲しいな、これ。うん。もう家これで埋まっちゃいそうだけど。さあ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 。お？なんだこれは。これ第二の自分家か。なんだこれはとか言って。そういえばね、なんかね、さっきね、しずえが、誰かがね、キャンプ場に遊びに来てるっつってたんだよ。いる！やっぱね、みんな。キャンプ場に来てくれた子は、あったかく迎えないといけない。もうね、暖かく迎えましょう、これは。やっぱね、住民への挨拶とかがね、超重。さあ、たぬき商店でも行くか。よーし。新キャラじゃなかった。あの子なんて言うんだろう。こんにちは。なんで髪の毛が前髪しかないんですか？こんにちは。アネッサー。この島のやつかい？そうだよ。なんかサンドイッチ持ってる。そのサンドイッチ欲しい。そのサンドイッチちょうだい。網で捕まえていい？すごい、なんか、ヤンキージャージみたいなの着てるぞ、この人。ヤンキーなのかもしれない。怖いんで帰ります。カツアゲはされたくないので。よーし。たぬき商店行きたいな。島の住人もいるかな？あ、いる。かまぼこ選手、お尻がプリッとしてる。プリッ。お、たぬき商店あったね。お邪魔。さあ、果たして今日は何を売っているのか？マイクとロケットと、なんだこの高級なベッドは。これロケットおいくら万円これは。クローゼットなのこれ。5900円。なるほど。やっぱね、僕はお目が高いので、この高級そうなベッドを見るわ。クールなベッド。1万1000円か。買う。よーし。じゃ、買い物もできたし、住人探そっかな。ラムちゃん。お花見てるね。でもそのお花の図鑑に黒いバラはないね、それ。違うよ。順だ。久しぶり。ふふふ、ようやく僕の順番が回ってきたようだね、あながち。僕の心は紫色の姉もねさ、花言葉はあなたを信じて待つってね。かっこよすぎでしょ。なかなか声かけてくれなかったから寂しかったよ。さあ、これから二人の時間を取り戻そう。オッケー。やっぱ順にはね、かっこいい家具をあげたい。そう、まさにね、さっきあげた、このかっこよすぎるクールなベッドをね、プレゼントしましょう。おお、絶対似合うよね。こういう雰囲気のものって惹かれちゃう。でしょ？ほなんかお返しくれるって言ってる。受け取ってくれ、ボアブルゾン。なんだ、ボアブルゾンって。やっぱね、さぞね、ジュン選手からもらった、このイケメンのね、やっぱジュンからもらった、ボアブルゾン。これもうかっこいい服に違いありません。もう早速ちょっと着替えていこう。あ、僕こんな格好してたんだ。待って、なんかあの左上にさ、なんかあの、エビフライが見えると思ったら、ちょっと汚れだった。うん。全然違った。じゃあちょっと着替えていくか。さあ、ボアブルゾン、果たしてどんな洋服なのか、いきます。え、めっちゃ可愛いじゃん。待って、みんな。見て。超おしゃれじゃない？可愛い。やっぱ、イケメンの住民ってセンスあるんだな。今思い知らされたよ、僕。今日この格好で行こうじゃ。さあ、あそこにね、棒立ちしてるちゃちゃまる選手。シェフの服を着ていますが、体がでかすぎるがため伸びきっています。ドーナツをね、カツアゲしたいです。こんにちは。テルト久しぶりだな。どこ行ってたんだよ。寝てた。半年間寝てた。うん。ちゃちゃまるにも何かあげるか。やっぱね、プレゼント交換っていうのはね、大事ですからね、本当に。ちゃちゃまる何が嬉しいかな。
ガラスのキャンドルホルダー。これかわいいじゃん。これあげよう。そんな欲しかったの？うん。そんなに欲しかったの？これ。おー、喜んでる。ちゃちゃまる。ちゃちゃまる。え、ちゃちゃまる。てるさん、物をあげたのに、お返し、お返し、ね、ちゃちゃまる、お返しとかさ。どう、ちゃちゃまる。あ、なんでもないね。うん。お返しをくれないんだね、ちゃちゃまるくん。ね？僕にお返しをくれないっていうことはどうなるかわかん。いや、ジュンからせっかくかっこいい洋服もらったから、これに合わせてなんか、買ってくれか、洋服屋さんで。せっかくですからね。おー、来た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 。待って、これは、僕がよくかくれんぼで使うバレーボールだと思ったらミイラの被り物っていう名前っていうのを初めて知った。うん、今初めて知った。よし、試着室行こう。よくあらせと。イヤホンコーデ。なんかこれかわいいね。いやだけど今回トップスはね、ジュンからもらってるからトップスなしていこう。でも今日なんか可愛い服多いね、これとか。結構好きだな、僕。さあ次はボトムス。ゴールドドットパンツ。なんか違うな。なんか今日ズボンのラインナップ終わってない？え、なんかさ、もうさ、もう超短パンかさ、スカートしかないんだけど、どういうことこれ？もう長ズボンないじゃん。なんだこれは？かっこいい、なんか海賊の服みたいのがある。あ、そう、もうめっちゃギラギラしてる、もう。超ギラギラしてる。ドレスあるぞ、ドレス。なんか今日ドレスとか女の子もの多くない？あ、これかわいい T シャツワンピー。長めの T シャツだね。これちょ、個人的に買っとこう。これちょ、個人的に買っとこうか。うん。さあ次は帽子なんだけど、なんかあんましいのないなぁ。うさ耳。うさ耳、あ、出た、バレーボール。後ろから見たらバレーボール。目がね、なんか知的っぽいぞ、結構。スニーカー買えるか。そうしよう、そうしよう。待って、これとかめっちゃいいんじゃない？なんかちょっとおばあちゃんになっちゃった、なんか格好が。なんかおばあちゃんになっちゃった。このピンクのハイカットスニーカーにしよう。よし、靴を購入して、このまま履いていくと、いいね。新品の靴ってテンション上がるけど、ちょっと履きづらいよね。よーし。洋服も揃ったし、たまにはお出かけするか、お出かけ。カッペイの元に行こう。めっちゃこの辺花咲いてるな。さあ、カッペイ選手に話しかけて。お、いたいたいた。運賃1000マイル。あ、これ1000マイルもそっかするのか。高えな。ペイペイ。よし、ペイペイで支払ったぞ。よし、レッツラゴー。来た。カッペイの歌。流され。自分の道。見失って。なんかめっちゃいい歌詞なんだけど。後の祭り。人生。一度。あわよくばじゃ。ダメなんだよ。カッペイめっちゃいいこと言うじゃん。自分で切り開けと。船酔いは平気か？ああ、2番は歌せないからね。うん。2番は歌わせません。はい。みんな見て僕のリアクション。よし、スキップした、スキップした。おお、今回はどんな島なんだ？ちなみに。はい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 。特にめっちゃレアな島っていうわけでもないのかな。待って、ここにデカすぎる魚がいるんだけど。この取るしかないもん、これはね。さあ、食いつけ。ちょっと近すぎたな。絶対このデカい魚欲しいんだけど。絶対すごいじゃん。あ、最悪。いやー、僕ね、魚取るの下手くそなんだよ。おー、なんか、いろいろ湖みたいなのあるぞ。これなんとかの島とかあるよね。何かが取りやすいとか。こうなんかサメしかいない島とか。今回の島は何なんだこれ。普通の島かな。あんなとこに石がある。破壊しよう。ほい。粘土が出てきた。ここに魚がいる。これもう一回ね、もう神様がね、チャレンジしろと言っている僕に。ね？いいよ。はい。これね、もうね、ドラドです。全然違います。ウグイです。しょぼい島じゃん。はい、ということでね、今回の動画どうだったかな？久しぶりにね、あつ森やったんだけど、やっぱり楽しいね、こうやってまったり遊ぶのも。ちなみにね、僕ね、住民ちょっと入れ替えようかなと思ってるんだけど、よかったらね、みんなが一番好きな住民コメントで書いてくれると嬉しい。みんながね、どんな住民好きなのか知りたいからね、ぜひよろしく。ということで、この動画が面白いなと思った人はぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、また明日の動画でお会いしましょう。じゃあな。